ップですね。5つ門の入った、これ正絹の炉なんですが、この炉の着物を使ってですね、突破コートを作っていきます。で、以前ですね、作品集でご紹介したのは、襟の後ろをこうやってこれ、剥いであるんですけど、結構炉ってこう洗うとこう、横にこう線がこうできて、で細かく斜めに縫うとすごく縫いづらいんですね。で、こうやって襟をひっくり返すもんですから、あんまりこう、なんていうんですかね、綺麗ではないというか、両方に縫い目が、よくニットのこういうショールカラーの始末も出てたりしますけど、できれば綺麗にしたいなと思って、今回ですね、首の襟の後ろの剥ぎ目なしでもう一回作ってみました。で、どうしても門を避けて取ると余りが出てしまうので、襟元にギャザーを寄せてみました。で、今回ですね、この作り方をご紹介していきます。前回同様ですね、これかなり長め、120センチ近くあるんですけども、素材これフォーマルな素材なので短めに作ると、普通のフォーマルで着れるちょっと羽織物として使えると思います。材料からご紹介していきます。これは夏のですね、炉の筒物の着物です。正絹ですね。透け感があります。で、門、接中芯と肩、あと袖にも入ってまして、これを避けて裁断していこうと思います。あとですね、薄手の、ごく薄手の接着芯です。首と肩の間の切り込みのところにほんのわずか使います。で、以前着物のリメイク集でご紹介した突破コートがあるんですけど、これはちょっと門を避けて取りたくって、どうしても襟の中心のところをカットしたんですけど、あんまり綺麗じゃないんですね。めんどくさいですし、縫うのこれすごい縫いにくいんですよ。なんか斜めになってて、なんかなので、ここをカットしない方法でギャザーを寄せて取っていこうと思います。でですね、この門のところですが、こんな風にしてですね、まず前身ごろと襟が続いたものを取っていきます。で、これ型紙を作ってみました。で、これ着物幅ですね。37だったり6だったりするので、着物幅で、そのまま、耳を利用します。で、肩幅が16センチと、耳端を利用した縫い代を1センチで、2センチここ肩下げてますね。で、襟の高さが16センチで、幅も16センチ。ここは、あと最後に襟の周りだけこんな風に折って縫います。で、ここをですね、ギャザーを寄せる感じになりますね。で、これをこの、下に乗せてですね、ちょうど、この門を2つ、裂けて取って、ここが、首の後ろの中心で、あとここが下が前身ごろになります。長さはお好みですね。次にこれ後ろ身ごろですね。肩幅はさっきと同じ、これと同じ16センチですね。で、縫い代1センチ耳ですね。で、首のところが13センチで、接中芯は、割り伏せ縫いにするので 1.5 センチですね。で、大体長さ100、
15ぐらいですかね、100、身長によると思いますので、それはお好みでちょっと調整していただければと思います。で、ここのあの首と肩の部分はですね、くるんで縫います。こんな感じですね。なのでちょっと2センチ取ってあります。それから袖です。袖ですが、これはですね、耳を利用して、袖の下のあたりで剥ぐんですが、肩のここの真ん中の中心で剥いでも構いません。それはご自分のやりやすい方法、お好みでやっていただければと思います。で、ここからここまでは20センチですね、中心から下まで。で、これですね、またブログに、さっきのこのこちら、肩の部分と後ろ身頃、それから袖はですね、ちょっとこれ1センチ単位ではない、ちょっと細かい数字なので、また半分に折ったものを、アップロードしておきます。それでは次に裁断をしていきます。型紙をですね、赤い線でまずカットしました。これをですね、身ごろに当てて裁断をしていきます。で、ここの肩の切れ込みのところはズルズルして扱いにくいので、ちょっと止めてはあります。で、型紙をですね、ここはですね、輪になっているところにちょうど当てて、で、門を避けてここをカットしていきます。長さはこれ後ろ身頃と同じにしてください。で、袖は型紙通りで、後ろ身頃は指示通りに、カットしていきます。で、後ろ身頃も型紙があった方がいいよって方は、型紙を作成してカットしていってください。で、お好みでですね、ウエストの紐も作っていくと良いと思います。生地を裁断しました。これが糸ですね、前身ごろですね、ここ輪にしてあります。カーブさせて、あと肩2センチ下げてます。長さはちょっと長めにしてですね、ここから120センチにして裾をカットしました。それから後ろ身ごろですね、幅 31.5 センチで、肩2センチこれ下げてあります。2枚ですね。とそれから袖です。袖の下で剥ぐことにして裁断しました。で、これ耳剥ぎにしてこんな感じでつなぎます。で、これを2枚ですね。あとは、ウエスト用の紐ですね、これ、襟の長さ分で幅12センチでカットしました。で、カットしたらですね、まずここの肩と襟の切り込みのところに接着芯を貼ります。すごく薄手の接着芯ですね、2センチ角にカットしてあります。で、これをですね、裏になる方に貼ります。こんな感じで貼りますね。こんな感じで貼って切り込みを入れます。こっち片方だけじゃなくて両側ともですね貼ります。接中芯を縫っていきます。中表にして
接中心を合わせて縫い代 1.5 センチですね、上から下まで縫っていきます。で、今回これ透ける布を使ってますので、なるべく綺麗に見えるように縫った後に割り伏せ縫いですねにしようと思ってます。縫い代を、これ前縫ったやつなんですけど、こんな風に内側に折って両側端にステッチをかけていくっていう方法なんですけど、これは透けてても割と綺麗ですね、見た目ね。で、透けない布だったらこんな風な処理は必要ないと思います。縫ってそうですねステッチをかけた方がいいかもしれないですけど、そこまで気にすることはないかもしれないですけど、でもこれ割とトッパーコートだと中見えちゃいますんでね、なるべく綺麗な方が良いとは思います。で、この割り伏せ縫いだけじゃなくてですね、片方の縫い代を半分にカットして折り伏せ縫いにしてもいいと思います。縫った後にこうやって折ってかぶせるんですけど、こっちの縫い代だけ半分にカットしてですね、少し厚みを減らしてですね、そういった方法で縫っていっても良いと思います。それから袖ですが、縫い代耳をですね合わせて中表にして縫い代7ミリで縫っていきます。で、縫ったらここの上端の処理ですが、ロックミシンでやります。で、こういう薄い布ってジグザグミシンだと結構なんか汚らしくなって丸まったりとかしてあんまり綺麗ではないので、ジグザグミシンで処理という方、もしかしてほつれ止め液ですね、そういったもので処理される方が綺麗かもしれません。あるいは肩と縫い合わせた後にちょっとかがっておくとかですね、そういった感じにした方が綺麗だと思います。ここはそんなに見えないところですので、接中心とかまではそんなに気にすることはないと思います。接中心を剥ぎ合わせて縫い代を内側に折ってステッチをかけました。こんな感じになりますね。前身頃ですが、この肩と首の切り込みのところに接着芯がありました。ここに後でですね7ミリほど切り込みを入れていきます。で、まず先にですね、この襟の首の後ろの部分になるところなんですが、ここにギャザーを寄せるために粗ミシンを2本かけていきます。ここですね、だいたい針目3とか4とか5とかで2本ステッチをかけてください。それから袖ですが、剥ぎ合わせました。耳剥ぎですね、縫い代7ミリで。で、肩はロックミシンをかけてあります。後から処理をするという人はここ何もしないでください。で、袖はですね袋縫いにしますので、まず間違わないようにしてくださいね。外表です。まず外表にして7ミリのところで縫っていきます。で、7ミリのところを縫ったらひっくり返して今度8ミリのところを裏から縫っていきます。そうすると袋縫いになります。